農会とは、1899年の農会法によって公認された農業団体。町村、軍、府県と、系統的に設けられたことから、系統農会とも称される。本校で称述する。台湾の農業団体。日本の農業共同組合に相当。1899年6月9日、農会法が交付。1900年4月1日、施行された。 農商務大臣が補助金を農会に交付し得ることを定めた。1900年2月12日、農会令が交付され、4月1日施行された。農会法に基づき農会の区域、組織、権限を規定した。1902年12月27日、農商務省は、農会は、毎年農事統計に関する。 報告書を地方長官に提出すべき旨交付した1903年1月1日施行。1910年、系統農会の中央機関として帝国農会が法制化された。1922年4月12日、新農会法の交付。1923年1月1日の施行によって会費の強制徴収が可能となる。また補助金が増加し、 尾崎調停仲裁事業が公認された。1943年3月11日、農業団体法が交付され、産業組合などの農事諸団体とともに、農業界に統合された。9月11日一部施行、9月27日中央農業会、9月30日全国農業経済会が設立された。ありがとうございます。